おはようございます。今日は2020年12月22日、今朝の7時半です。ここは横須賀線の逗子駅。昨日から横須賀線用の E235 系がデビューしました。ただ昨日は大船よりも東側しか走っておりませんで、今日12月22日がこの逗子駅、またさらにそれよりも南への初めてのお客さんを乗せた営業運転ということになります。一番列車が早朝の逗子駅にやってきました。15両編成でやってきたこの列車ですが、逗子駅よりも南では最大でも11両までしか運転することができません。この駅で前の4両を切り離します。早速切り離し作業、すごい人がたくさんいたので遠巻きに最初は見ることにしました。切り離し作業は速やかに行われました。前の4両は留置線に一旦改装することになります。改装の幕を出して入れ替え信号の指示に従って出ていきました。一旦停止をした後、右奥にあります E217系も止まっているところへ入っていきます。奥から被るように入ってきましたのは湘南新宿ラインの15両編成の電車です。朝から増結開放に忙しく、4両編成の付属の電車が忙しく出たり入ったりしています。一旦奥に入った東駅止まりの前の4両付属編成もまたすぐにこの留置線から出てきて、もう一度お客さんを乗せて走り出すことになっています。そして付属編成が抜け切り、出発の準備ができています。11両、少し身軽になった横須賀線の終点栗浜まで向かう E235 系最初の一番電車です。先頭車両に鉄道マニアをたくさん乗せて、そしてそれより後ろには普通にいつも通り利用しているであろうお客さんを乗せて順調に逗子の駅を出ていきました。一番後ろは山手線などと同じように季節を感じさせるような絵を掲出することになっています。昨日私も実はちょっと乗りに行ったんですけども、乗りに行ったというか大船からの帰りに空いてたんで普通車に乗ったんですけど、グリーン車空いてるかなと思ったらとんでもなく混んでてね、まだ一度も乗れておりません。しばらく待っていると車両基地に入った4両編成がもう一度逗子のホームへ戻ってきました。留置線から出てくる電車は2つありました。右側手前にやってきているこの電車 E217系も一緒に東京方面へ向かう11両編成、今から増結をするところです。そしてこちらちらりと見えている 811H と書いてありますこの列車番号、 811H 列車はこの逗子駅を出発して4両の編成のままで栗浜まで行く短い区間の運転となります。横須賀線の末端区間はお客さんがそれほど多くはありませんので、逗子から栗浜までの間では4両の短い編成で運転をする電車もあります。4両の短い編成で使われる E235 系もこれが一番最初の運転ということになります。昨日は大船から君津まで横須賀線と総武本線、そして内房線などで走っていましたが、横須賀線の末端区間に入るのは今回が本当に最初だったのでした。まもなく2番線に広域始発普通栗浜行き、今案内をしている広域始発栗浜行き、これが今からの4両編成の E235系の務めです。一旦停止の後安全確認をしてもう一度ホームに入ってきます。ちなみにこんな逗子から栗浜まで乗るお客さんがいるのかということですが、逗子止まりの電車がありまして、その逗子止まりの電車から4両の編成に乗り換えて、そして横須賀線の末端まで行くというお客さんが結構たくさんいるわけです。入れ替え列車が入ってくるときに行き先の表示器が今までとは違うことに気づきました。普通栗浜とだけ書かれています。今までだったらば横須賀線、総武線というふうに表示がされていたのですが、そしてどこを走るときでも必ず横須賀線、総武線と表記していたのですが、
このディスプレイには横須賀線などの路線名を書くことはなく、ただ栗浜とだけ表示することになっています。そらこの逗子より南のところではもう横須賀線以外に乗る電車は基本的にないわけですから、ただ栗浜と表示しておくだけの方が間違いがなくていいかもしれないですね。4両編成の電車に乗り換えのお客さんたちがたくさん集まっています。ドアが開くのを待っている人たちがたくさんです。これは全面展望を狙う鉄道マニアの人もいっぱいいるんでしょうけれど、それよりはただ単に普通に座りたい地元のご利用の方が多かったようでした。ここでぜひ注目していただきたいものがあります。電気連結機、通常の連結機の下についているこの装置です。連結をするときにこの下の部分もくっつけて、そして長い編成すべてを一体的に制御することができるようにとしているものです。図を見ていただくとわかりますが、横須賀線で15両編成を組む場合は横須賀寄りの付属編成4両と千葉東京方面の基本編成11両をくっつけて、必ずこの向きでこの状態で走るということになります。その連結をするときの真ん中に入る顔については、それぞれ4両と11両を1つの電気回路で一体にまとめるために電気連結機を装備することが必要となります。逆に言うと外側となる顔、付属4両の不要と書かれているところ、基本11両の不要と書かれているところは連結するときに真ん中とならない顔の部分ですので、ここに電気連結機を取り付ける必要は全くありません。ちょっと難しいかもしれません。実際の車両で見比べてください。左側、右側、同じ顔に見えますが、左には電気連結機がついていて、右側には電気連結機がついていません。左側の車両は、連結をして15両となる時の中間の部分となる運転台、電気連結機が必要ですが、右側は絶対に中間となることはないので、ここに電気連結機を取り付ける必要はないわけです。電気連結機は1個、確か私が聞いた限り100万とかなんかそのぐらいするらしいので、結構高いものですから、なるべくつけないに越したことはないわけです。ところがこちら、さっき出ていった栗浜行きの普通電車ですが、最後尾のところ、ここは一番後ろの顔となって連結するときに真ん中の顔とはならないはずなのに、使わないはずなのに高額の電気連結機がここに取り付けられています。また4両の付属編成においても、本来は編成の中間とはならないはずの先頭車両に使うはずのない電気連結機が備えられています。E235 系に電気連結機を備えなければならないとかそういうわけでもなく、山手線用の235系は編成の中間となるような運転台も増結開放するということも全くありませんので、電気連結機は備えていません。じゃあなんでこんなことになっているのかということなんですが、これ私の勝手な想像なんですけども、多分なんですが、将来は横須賀線の編成を何かいじるということをするのではないかと思います。これ現在の横須賀線と東海道本線の図で、上が横須賀線、下は東海道線や湘南新宿ラインなどです。横須賀線も東海道線も15両で最長の場合は走るんですが、ただ付属編成と基本編成の連結の向きが違います。でそうするとグリーン車の連結位置がずれるなど、ちょっと面倒くさいことが起こるのではないかと思います。で実際横浜駅とか戸塚駅とか両方の電車がやってくるところではグリーン車の連結位置が違うということを頻繁に案内しています。グリーン車は柱番号の何番、そういったことを横浜駅のあたりでは頻繁に聞くことができます。でじゃあこの状態を解消するには基本編成と付属編成、横須賀線で編成を入れ替えてしまえばいいということになります。で入れ替えればいいんですけども、入れ替えるとなると反対側にも電気連結機がついている必要がありますし、また現在は入れ替わっていない E217 系と同じ編成で揃えておかなければ、新型車両だけ編成が逆向きになるとかなったらば様々なところに影響が出ますので、やはり同じ向きで運転しなければいけません。もしかしたら他にも何か理由があるのかもしれませんけれども、将来的には多分この11両と4両を入れ替えるということをするのではないかと思います。もしくはこの横須賀線総武本線用の E235 系は将来横須賀線総武線から引退した後も他のところで使いやすいようにと考えておりますので、そこでの使用を考えてあらかじめ電気連結機を備えているのかもしれません。でもそれにしては高額な電連をわざわざ装備しなくてもいいんじゃないかなと思うこともあるんですけど、所詮は鉄道会社のことなど何もわからない素人の言っていることですので、あくまでああそんなことも考えられるんですねぐらいで楽しんでいただければと思います。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。